私の、選挙区地元で、2カ所で、高レベル放射性廃棄物いわゆる核ごみの、処分場をめぐる調査が、開始をされています。なかなか全国的なニュースにはなっていないんですが、北海道においてはこのニュースが新聞に載らない日がないくらい、あの地域のみならず全道的に、大きな、話題になっています。今調査が始まっている私の選挙区の2カ所についての私の考えを まずは申し上げておきたいと思います。1カ所は非常非常に村全体が火山に近くて敵地ではなくて、村のごく一部が、NUMO経産省さんも敵地と言っている色がちょっとあるんですけど、そこはもう海に面した崖でして、非常に実現性がないなって、学者にいればここの海側にも断層が走っているということで、非常に素人の私でも分かる適切な土地ではない。もう一箇所の町についても、有名な地図にもきちんと載っているような断層がある、真ん中に走っている町でありまして、ここもそもそも文献調査など、するまでもなく敵地ではないという考えで、私は多くの地域の皆さんとともに、この2箇所に、処分場を作るという調査をするということにも反対を明確にしています。でさらに言えば、我が北海道は、2000年に条例を作ってます。短い条例なんですけど、講談のところだけ読ませていただきますと、私たちは健康で文化的な生活を営むため、現在と将来の世代が共有する限りある環境を将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では特定放射性廃棄物、これ核ごみのことだと思います。特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れがたいことを宣言すると、こういう条例を全国で唯一我が北海道は、持っています。この条例を持っている北海道でこういう調査してるっていうことについて、大臣どうお考えですか？文献調査はあくまでも文献による調査、そしてこれまでに知り得ている、調査資料などによる、調査ということで、最終処分の、この議論をするための調査ということでありまして、この次の段階、約2年と言われておりますけど、次の段階に行くときには、首長さんのまた自治体の判断ということで、反対があれば前に進まない。残念ながら文献調査という1段階目は解消されてしまいましたが、次の段階、概要調査に行くときには、北海道の知事の意見も聞く。で当然知事はこの条例を踏まえるということで、そして自民党さんが推薦をして当選をされた知事も、この問題に関しては次の段階の調査に行くのは反対をするということも明言をされています。そもそもこの今の場所の決め方自体のスキームに問題があるのではないか。だから実はこの最終処分場をめぐるスキームに関しては、事故を経てもですよ、2000年に法律を作って、10年前に事故があって、全く変わらないスキームのまま、場所を20億出すから調査させろと言って探してるわけですよ。このスキームをそのままでいいのか、これを考えるときに、一つぜひともですね、しっかり全文を読んで参考にしていただきたい資料が2つあります。菅総理のおかげで非常に有名になった日本学術会議という任命拒否問題で、有名になった会議が、2012年、これ民主党政権の末期ですけれども、提言を出しています。そしてそれのフォローアップとして2015年にも同じテーマでこの核ごみの最終処分場についての提言を出しています。非常にそんなに長くないので、ぜひこれ大臣にも全文をきちんと読んでこの議論に参加をしていただきたいと思うんですが、私は非常に示唆に富むことを述べている思います。で、私これに参加をされた学者の方とも電話でお話をしました。で、私もちょっと全面的に賛成できない、なんか奥歯に物挟まったところがあるなと思ったんで、率直に聞いたら、確かにこれ原発をつまり推進しばらく残さなきゃいけないって方も入ってた。で、事故のこれちょうど事故の前に議論が始まって、事故を挟んで結論が出てるんですね。だ、事故を見てこれは相当原発を脱原発にしていかなきゃいけないっていう学者の方もいた。両面の人が入っているので、若干議論が混ざってるところもあるかなと私は思うんです。とはいえ非常に示唆に富んでいて、そのうちの大きな柱が2つあります。1つがですね、総量規制という考え方が入っているんです。つまりですね、要するに、原発このだけ危険なものの処分場を引き受けてくれとどこかの地域に言う以上、原発をやめるということをもう宣言しないとなかなかこんなものを受け入れられないんじゃないかっていう思いからの発想です。で、ただ大臣、
推進派の方もいますから、まあ、原発を続ける場合でも量をしっかり抑制をする、つまり いくらでも、今後出していくよっていうと、その一箇所で足りるのか、そのせっかく引き受けたものがどんどん増設されるんじゃないか、まあ、こういう不安につながって、まあ、引き受けてくれないよと。でそれから、まあ、もうちょっと倫理的に言うと、こんなもう処分場を引き受けるところがないようなものを、やめるって宣言したら、それでようやく場所探しが始まるんじゃないか。実は諸外国で引き受け地が決まってる決まってるっていう話がありますけど、それは実はもうゼロを宣言した上で、これまで出ちゃったものはみんなの責任で探しましょう。私もですね、これそう言われたら少しこれ一歩進むんですけど、そう言わない前に総量規制っていうこれに入ってる考え方がないまま、これからどこまでいつまで原発やるか分かりませんと、これは一箇所目なのか、とりあえず作ってそこがどんどん増えていくのか、100年200年原発が続いたらゴミどうするんだっていう話がいつまでも続くんですね。この総量規制っていう考え方をしっかりまず入れない限り、なかなか住民の理解は得られないんじゃないかというのが、この学術会議の皆さんの、原発脱原発派も推進派もいたと思うんですけど、一致した結論だったんですが、この総量規制っていう考えをまず前提を入れるべきだ。原子力発電に賛成か反対かということにも関わってくると、まあ、思っております。日本学術会議が2012年と15年に、これを提言をしたということで、私も大変不勉強で申し訳ないんですけど、本田議員からの、この質問があって、その中身ある程度読ませていただきました。また詳細に全部読ませていただきたいと思っております。日本学術会議が提言した総量規制とは、その高レベル放射性廃棄物の総量に、まあ、着目をしているということでして、それを望ましい水準に保つ観点から総量の上限の確定などという考え方が提示されていると思っております。資源に、まあ、乏しい我が国にとって、電力の安定かつ安価な供給や気候変動対策への対応等の観点から、原子力の利用が欠かせない、ある一定程度の利用が欠かせない中で総量規制を選択することは、まあ、原子力利用に上限を設けることにつながりかねず、現在の我々の私どもの考え方としては、責任あるエネルギー政策を実行していく観点から適切な選択ではないと考えております。大臣から今総量規制の考えを取るということはすぐには言えない、原発を進めていくお考えをお持ちのようですから、私とはそこは明確に違うわけですけれども、まあ、この問題はどこかで解決をしていかなきゃいけない、時間をかけていかなきゃいけない課題だと私も思ってます。ただ一方でそういう理解あることを言うと、まあ、原発やめてほしいって思う、応援してくださる皆さんから言うと、処分場を作ったらまたやるよと、どんどん続けるよっていう声も出てくるんですよ。今まで出ちゃった、今日決めて今まで出たものを処分するのだって大変なんですよ、これから場所決めるの。ところが、まあ、場所決めればどんどんやりたい人いるわけですから、現にどんどんやられるよっていう説もある、まあ、こういう中では大臣いくら頑張って、入門の皆さん頑張っても、まあ、北海道の2カ所は私は論外なんですが、これからも場所は決まらない。ですからこの学術会議の両方の立場の学者が入った提案、総量規制っていうのはしっかり考えて処分の問題を取り組んでいくべきだと思います。そしてこの2つの提言の大きな柱の1つは暫定保管という考えです。科学者の方々が入っている組織であります。しかし非常に科学に対して謙虚であるべきだと。今現に動いている原発でも安全神話の時代があり、そして福島の状況を我々は見たわけです。10万年後まで安全にならないと言われているこの核ごみについて、今の知見だけで埋めるのが一番だと、地層処分という方法が一番だと世界で言われているという、ふわっとした、これこそ安全神話だと私は思うんですけれども、こういう結論を出すんではなくて、この提言書では50年、まあ私が電話で話した方は50年じゃちょっと短いよと、どっちみち作るのに結構時間かかるから、まあもうちょっとの時間、暫定保管という考え方を提案をされています。モラトリアムというと、猶予というと逃げのようなに聞こえるんですけど、私はこれやっぱり読んで、この10万年という時間がこれから先安全になるまでかかるものの処理のスキームを決めるには、ここで50年60年70年モラトリアムの期間、暫定保管という期間を作るというのは非常に合理的なのではないかと私は思ったんですが、暫定期間というのは多分再処理をしてガラス固化体にして、それを暫定的に一常で50年ぐらいというお話なんでしょうけども、まあ、科学的な意味合いもあるということでありますけれども、今考えている最終処分もその取り出すことができるような科学的な考え方というものを、まあ、入れているところでもあります。
いろんな考えがあると思いますし、私はやっぱり東日本大震災、福島第一原発の事故からやっぱり多くの方の考え方が変わったというのは私も肌で感じているところでありまして、そういった中で今あるものをどう処分をしていくのか、そしてその工程においてどういう考え方でやっていくのかというのは考えていかなければならない。普通ゴミっていうのは自分で出したところで処分するのが一番倫理的なわけですが、世界でこの処分場の問題みんな考えてます、取り組んでるんですが、本当にこの日本で火山があり地震があるで、プレートがプレートに潜り込んでいるこの不安定な地盤の日本でやることが私は実は正義か、この問題をずっと考えていたときに、報道で最近カナダの元首相が、ウランを自分たちは売ってるから、場合によっては日本の最終処分場を引き受けることを、政府間ではない民間対民間で少し議論しようなんて話をしてたということが大きく報道されました。民間レベルでの話ということであります。政府としては使用済み燃料や高レベル放射性廃棄物の海外での処分を、検討しているという事実はない。自分の選挙区の中に作られるのが嫌だから外国持ってけっていうような単純なことを言うつもりはないんですが、この10万年のテーマですから、いろんな課題をやっぱり選択肢を狭めずに考えるべきだと思ってるんです。そこで、面白いことにずっと条約で外国に持っていくのはダメなんだと言われてきたんですけど、本当にそうなのかと、詳しく私も条約本文を読んでみたらどこにもそんなこと書いてないんですね。それで今日は外務副大臣にお越しをいただいております。日本で発生した核のゴミをこの国際条約で他国で処分するということは法的に禁止されてますか？私は外務副大臣、本大臣ご指摘の条約はですね、放射性廃棄物等安全条約でございますけれども、放射性廃棄物はその管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべきものであることを確信する旨規定しておりますけれども、これは前文の規定となっておりまして、国際法上の義務を定めたものではあります。これについてなかなか経済産業省の事務方はですね、精神の方は言うんだけど法的な義務はないってことで私には明確に言わないんで、今日お忙しい中外務副大臣に来てもらうことになっちゃったんですよ。大臣了解されました？経済産業大臣、この条約のあり方また考え方については理解をいたしました。本田平直樹ですから、倫理的にはそうなんですけれども、国民への説明の時にね、条約で海外にはも持っていけないことになってるみたいに、私も信じてたんですよ、最近までこのカナダの件で報道が出てくるまで。しかしこういうチョイスもあるし、それは決してなんか自分だけの都合ではなくて、この火山と地震の日本と大陸で固い地盤がある国と違うわけですから、私は幅広く検討もしていくべきではないかということは提案をしておきたいと思います。最後に時間になったので、ちょっと大臣に前回予算委員会でお互いの認識がすれ違ったままで終わって、やっぱりちょっと素人の人でも分かるような、一般の方でも分かるような議論が大事だと思うんですけど、10万年前って日本はどんな地形だったかっていう議論をしたんですが、ちょっと食い違っちゃったんですね。いろいろ国会図書館にも調べてもらって私も資料を集めたんですが、説はいろいろあるんですけど、やっぱ10万年前というと日本は大陸とつながってたと、これ一応確認して共通理解にしませんか？梶山経済産業大臣、先般の予算委員会でちょっと見解が違ったということで調べてまいりました。10万年前の日本列島が大陸と陸続きであったとのご指摘につきましては、確かに氷期、氷の期においては海面低下や氷床発生、氷の床の発生の影響により地表面では一部が陸続きになっていた時期があったとの見解もあると承知をしております。しかし高レベル放射性廃棄物の地層処分は地下300メートル以上の深さで行うものであり、地層処分の安全性については主に断層活動や地殻変動の要因となるプレート運動などを考慮すべきものと承知しております。これらは主に地表面で生じる海面低下や氷床発生とは直接的な関係はないと考えられるということで、こうした見解を述べさせていただきました。本田平直君、ありがとうございます。これぐらいですね、いろんなプレートのこと言ってますけど、日本がシベリアとつながったり朝鮮半島とつながっているようなぐらい大きな地形が変わっている時期まで安全にならない、で300メートルだから安心という話は今度もし機会があったらまたやらせていただきたいと思います。300メートルって本当にそれほど深いのかということもしっかりと続けて議論を、地元の課題でもありますから引き続きやっていきたいと思います。今日はここまでにします。ありがとうございました。